はい、暇つぶしの中田です。今回なんですけど、受付の女の子に話しかけたいシリーズの続編です。ざっくりと前回をおさらいすると、2020年8月4日の山町は受付の女の子に話しかけたいにて、緊張で受付の子に話しかけれず動画の幕を閉じました。来週。その後、2021年1月18日の動画、ただの勘違いでしたでは、頑張って受付の子の連絡先を聞こうとしたんですけど、結果は惨敗。連絡先を教えてもらうことはできませんでした。ちょっと厳しいですって言われて、もう。2021年6月13日の動画、最近の出来事を話します。では、受付の子に気が向いたらでいいんで連絡くださいと LINE の連絡先を書いた紙を渡して奮闘したんですけど、その後 LINE が来ることはありませんでした。その後連絡が来ることはありませんでした。というのが前回までのあらすじです。今回はそんな山町が未だに連絡先を交換することを諦めきれず、もがき続ける、そんな感動のストーリーとなっています。ここからが本編です。どうぞ。2021年11月29日、友達から LINE は古いからインスタグラムを聞いた方がいいよとアドバイスを受けた山町は、LINE ではなくインスタグラムを聞きに脱毛へ向かいました。最近山町のインスタグラマンというタイトル名でアカウントを更新していた理由は、ここにありました。それでは到着しましたので行ってきます。お久しぶりです。インスタグラムって知れてます？インスタグラムはダメですか？だめ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 。わかりました。いやもう、はい。2021年12月25日、今日はイエス・キリストの誕生日を祝う日、いわゆるクリスマスです。クリスマスはクリスマスツリーやリースを飾ったり、プレゼントを用意して、ごちそうを食べながら大切な人と過ごすのが恒例の行事となっています。今回の山町は二味も違います。クリスマスにお仕事を頑張っている受付の子のために、チョコを買いに行きました。これはリンツのチョコといい、女性に渡すと必ず喜んでもらえるクリスマス最強の必勝アイテムと聞きました。だけどめちゃめちゃ高い。僕は今までこんな高いチョコを買ったことがありません。そのくらい高級なチョコレートです。今回はそんなリンツのチョコの力を借りて、 LINE、Instagram、Twitter の3択を用いて決戦の場へ行ってきます。みんなで食べてください。何だこれ。はい。前のお礼で、はい。これ終わらんのが僕は。どれか一つでいいんで、どれか一つでいいんでフォローしてもらえれば嬉しいです。気が向いたら。2022年4月27日、時系列がかなり開いたんですけど、連絡先を聞く前に、仲良くならないとダメだと判断した山町は、動画ではありませんが自身のミカタイプと寿司田の記録を紙に書いて、受付の子に、タイピングを勝負しませんかとコミュニケーションを取りました。今回は脱毛予約時、受付の子がタイピングをしたとの情報を仕入れた山町は、完全勝負服、高校生の頃に買ったお気に入りのネックレスも身につけ決戦の場へ向かいました。そして決戦の時。こんにちは。何本いったんですか？歌います。どんな時も僕の背中は自分で、
時も迷い探し続ける日々。